こんにちは、アンドのコウさんです。今日は夏の T シャツ用の新しいグラフィックができたので、シルクスクリーンを使って実際に僕たちがどうやって作ってるのかっていうのをやっていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきたいと思います。よろしく。シルクスクリーンで使うこういう版、印刷する土台になる版っていうのを、作っていきたいと思います。今回使うグラフィックがこれ、アンドドリンクスミュージック、これを印刷して、実際にサイズ感とかを確かめていきます。サイズ感はこんな感じですね。背中に背負ってる感じぐらいのサイズ。うん、いいんちゃう？かっこいいと思う。サイズ感が決まったら、次はこの絵を透明な紙 OHP フィルムっていうフィルムに印刷していきます。今 OHP フィルムにデザインの原画を印刷してきました。なんでこれ印刷、透明なやつにこれを印刷したかっていうと、シルクスクリーンっていうのは光に反応して固まる液っていうのを利用する印刷方法で、これ実際に僕らが使ってるアンドの製版済みの板になるんですけど、紫の部分は光に当たって固まったもので、この透明な部分、ここは網状になってて、水とかが言ったら抜ける、インクが抜ける状態なんやけども、ここは光に当てずに周りだけ固めて、それを洗い流すことによって、その固まってる部分、光に当たって固まった部分と光に当てずに固めなかった部分っていうので、インク抜けるところ抜けへんっていうところを作って印刷する方法がシルクスクリーンっていう方法です。で、なんでこれを印刷したかっていうと、黒の部分に関しては光を吸収してくれて紫の部分は固まらない、つまりその部分の、デザインが抜けるっていうねんけど、っていう形になります。いろんなサイトやったりとかでみんなが解説してくれてると思うんで、詳しくはまたそういうのを見てください。ただこれ今1枚だけの印刷やとまだ薄いんですよね。これだけやと光を遮断するのには十分でない濃さやから、これをもう1セット印刷して、それをさらに上に重ねて光をシャットアウトします。よし、やっていきます。はい、じゃあこれを重ねて貼り付けて二重にしていって、グラフィックの元を作っていきます。よし、完成しました。はい、これが元になる状態です。これで二重になって、黒が非常に濃い状態になったので光を通さなくなりました。なので光を通す部分だけ固まって、光の通さないこの黒い部分は液体が抜けてインクが乗るっていうものにこれでなります。じゃあここからはそのロコっていう薬剤の紙に光を当てるっていう作業になるんやけども、企業秘密もあるんでカットでお願いします。板完成までカットします。カット。はい、じゃーん、よかった、板ができました。イエーイ。これが、製版したシルクスクリーンの板になります。見てくれたら分かると思うんだけど、 A だった部分が抜けて、透明だった部分が紫に残って、これでインクが通るようになってます。綺麗にできました。イエーイ、いい感じ。じゃあ早速印刷していきたいと思います。これが白の無地ボディですね。ここにいってきます。今回は2色刷りですねをイメージします。また正確に位置とかは決めるんですけど、とりあえず自分切るようにテストも兼ねて、ちょっとどんな感じかいきます。青と赤色、透明インクで重ねて塗った時に色が透けて見えるやつですね。よし、やっていこう。場所決めます。まずは赤色から。手とか使わないように気をつけます。よし、行きます。よし、行こう。よっしゃー、よしよし、きれい。思った以上にめっちゃ綺麗に色が出ました。嬉しい。じゃあ青を上に重ねるために一回乾かしていきます。よし、じゃあ次はブルーいきたいと思います。 OK。
おお、かっこいい、かっこいい、めちゃくちゃいい。うわー、ここだけ悔やまれるな。まあまあでもいい感じ。やりました。めちゃくちゃ綺麗にいってます。この瞬間がチルク一番楽しい。ピッてアウトになった。はあ、早速乾かして胸ロゴも実はちょっとつけようかなと思ってるんで、それやっていきます。思った以上にすごいうまくいった。このデザインももうちょっと位置やったりとかデザインとか修正して、あとカラーバリエーション決めてアンドのホームページから販売しますんで、一枚一枚全部こうやって僕らの手で印刷して作ってるんで、そんなに数は用意できないですけど、また欲しいって方は概要欄か僕らのチャンネル登録してもらったらホームページ飛べるんで、そっからまたよかった興味あったら見てみてください。あ、うまい。疲れた。よし、後片付け。